はい、皆さんこんにちは。スイコカータローのゴム手です。今日もね、こちらオパールのキャッツ&ドッグス編んでいこうと思います。見てください、このぐらい編めてきました。昨日ね、だいぶ頑張ってこのぐらいね編んだんですよね。そうするとこのちょっと濃い緑のところを抜けて、緑、深緑のポチポチのところが出てきました。でそこからね、淡いグリーンから黄緑にかけてのこのグラデーションのところにね入っております。いや、すごい綺麗なグラデーションだなと思って編んでて楽しいです。いや、もうちょっとね編んだらかかとのところに入りますので、頑張って編んでいこうと思います。はい、では編みながら雑談していきます。はい、皆さんもね、何か飲み物でも飲みながら、お手元ね、ご自分のものを編みながら聞いていただけたら嬉しいなと思います。でね、皆さんちょっともしかしたらお気づきかもしれないんですけれど、今日私鼻声です。そして、先日来ね、ちょっと咳が途中でね何度も出てしまって、声がかすれてしまうところあるかもしれませんけれども、ご了承ください。ちょっとね、喘息がひどくなっておりまして、雨の前後になってくるとね、ちょっとヒューヒュー言ってしまうような時が増えてきてるんですよね。なのでちょっとね、頻繁に咳が出てしまうんですけれども、ご了承くださいね。はい、ではね、今日のお話していこうかなと思います。今日のお話はね、以前私は古民家カフェの方で一坪店長っていう形でちょっとね、商品を置かせていただくっていうことをしていました。そこの古民家カフェで、他のショップの一坪店長していらっしゃる方があったんですよね。で、この方ね、50代半ばの男性なんですけれども、 K さんって言います。ですごくね、いつもニコ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 していらっしゃる方で、とってもね、優しい方なんですけれどもね。で、この方のお店っていうのはアメリカン雑貨を取り扱っていらっしゃるんですけれども、この方とちょっとね、しばらくお話ししてて聞き出したお話なんですね。で、私はYouTube してるので、何か不思議なお話とかね、ちょっと怖かったお話とか、そういうね、面白いお話があったらぜひ聞かせてほしいんですけれどっていうふうに言ったんですね。そうしたら教えてくださったお話なんです。で、この K さん、若い頃にね、商品の買い付けでアメリカの方へ行ってたそうなんです。で、するとね、アリゾナの砂漠を車で走っていたっていうふうにおっしゃってました。で、そろそろ日が暮れるという頃、まあ、日が暮れると言っても広い広い砂漠でだんだん日が陰っていって、で地平線に太陽が沈むっていう頃ですよね。で、もうね、ギラギラした日差しはないんですけれども、日が沈んですぐに夜になるというわけではなくって、まだ辺りが薄ほんのりと明るいっていうような頃合いですね。だけどそろそろ空の真ん中あたりには夜の気配が漂ってきて、ちょっとね、風向きが変わってきたかなっていうような、そういう時間帯だったそうです。長いこと車を運転していたので、車から降りてちょっと休憩を取ってたらしいんですね。そうすると昼間は見えなかった月がこうこうと空にかかっているのが見えたんだそうですね。で、ああ綺麗な月が出てるなと思って見入っていたところ、その月の横にね、もう一つ月が出たっていうふうにおっしゃりました。で、どういうことですか？聞いたら、こう月があるやろと、この月の横にもう一つ月が出たんやっておっしゃるんですよ。で、って月が2つですかって聞いたんですね。そしたら、そう、月が2つ。それはどういうことですか？例えば目がにじむとかして、1つの月が2つにぶれて見えたとか、そういうことですかって聞いたら、いや、そうじゃないっておっしゃるんですよね。で、あまりね、こう口数の多い方じゃないので、聞かれたことにポツポツと答えられる感じなんで、なかなかね、聞き出すの大変だったんですけれども、そういうね、1つの月がにじんで2つに見えたとか、そういうわけではないらしいんです。1つここに月があって、その横にもう一つ月が見えた、もうそればっかりをおっしゃるんですよね。で、
その月っていうのはどちらが本物でどちらが偽物とか分かりましたって聞いたんですよ。でそしたら、いや分からへんおっしゃるんですね。で形はどうでしたかって、形同じ形でしたって聞いたら、そうどちらも満月やっておっしゃるんですよね。で月ってほらあのちょっと影ができたりしますよね、クレーターとかで。あの日本で言ったらあのうさぎが餅つきしている影って言ったりしますけれども、そういう影とかって見えましたって言ったら、ああ見えた。でどちらも同じようにそのクレーターみたいな影がね見えたんだそうですよ。ってそれってどういうことって思ったんですけれど、ね、あの月が2つ見えたっていうことをね固くなにおっしゃるんですよね。で私ちょっと想像してみたんですよ。アリゾナの砂漠ずっと長いこと車で走ってて、ちょっとね一駅休憩入れて車から降りて空を見上げたら月が2つ、すっごい幻想的な光景だなと思って、と思って感心してしまったんですよね。でこの時ね、あの店のオーナーさん帰ってこられたので、またちょっと物を運んだりしないといけないっていう用事ができたのでね、これ以上詳しい話っていうのは聞くことができなかったんですね。でその後あの K さんとは会えていないので、もう一回詳しく聞きたいなと思ってもなかなか聞くことができなくって、で今に至っているんですけれども、まあ、そういうね不思議なお話、アリゾナで月が2つ出てたっていう、もうすごく短いお話なんですけどね、そういうお話聞かせていただきました。でね、私このお話聞いた時にある昔話を思い出したんですよ。これはね多分日本の民話なんですけれども、関東の方の民話だったかなと思います。結構有名なお話なのでね、皆さん知っていらっしゃる方もあるかなと思うんですけれども、私もこれどこで読んだのか誰から聞いたのかちょっとねうろ覚えなのではっきりと覚えてないんですけれども、もしかしたらあのテレビのね漫画日報昔話とかああいうのであの見たのかなとか思ったりします。でまあ、私昔話の本たくさん読んでいるので、そのうちのどこかの本に載っていたのかもしれないですよね。でまた落語とかのそういうあの本とかがあって、そういう中で読んだのかもしれないんですけれどもね、ちょっと出典がどこだったのかうろ覚えになってます。でどういうお話かって言います と、あるお百姓さんがね隣町へ出かけてちょっとお酒を飲んでね、ほろ酔い加減で峠を越えて村に戻ってこようとしていたそうなんです。そうすると峠の上でねちょっと一休みして空を見上げたところ、空に綺麗な月が出てたそうなんです。で、おお綺麗な月が出ているなって、もうそろそろ十五夜やなというそういうふうにね思ったらしいんですね。で、そうするとふと気がつくと峠に一本の立派な松が生えてるんですけどね、その松の梢のあたりに同じような月がもう一つ出てるんですね。まあ、丸に光る月出てるらしいんです。で、そしたらこの百姓さんはねその月を見ておやと思ったんですよね。なんで月が2つあるんだ、でどちらもねまん丸の月だと、どういうことだと思って、いやもしやと思ったんですね。そしてその月に聞こえるようにこう言ったそうです。おー綺麗な月が出てるな、いやしかしあの松あんな枝ぶりだったかな、あの松もう一本右に枝が出てたんじゃないかなっていうふうにつぶやいたんだそうです。そうすると松の木から右側に枝がニョキッと一本出たんですって。で、そしたらそれを見て男はねまたにんまりと心の中で笑ったんですけれど、それを悟られまいとして顎に手をやって顎をさすりながら、いやいやあの松左側にももう一本枝が出てたぞっていう風につぶやいたんですね。そうすると左側から枝がもう一本ニョキッと出たんですね。そうするとねますますこの男は心の中でニヤニヤと笑って、いや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 、もう一本右側に立派な枝があったんじゃないかろうかっていう風に言ったんですって。そしたらね先ほど出た枝の下側から
もう一本ニョキッと立派な枝が出てきたんだそうです。で男はねさらに重ねて、いやいやもう一本左側から立派な枝が出ていたぞってつぶやいたんですね。その途端にドスーンという音が鳴って、松の木の下に大きな大きな古だぬきが転がっていたそうです。なんとね、松の枝にしがみついてお月様に化けていたたぬきが、枝を出すためにね、右の手をニョキッと、左の手をニョキッと、右の足をニョキッと、左の足をニョキッと出したところ、松の木に捕まっていることができなくなって落ちてきたという、そういうお話でしたっていうことです。このたぬき可愛らしいですよね。ちょっとね、あの月が2つっていうお話で、私はこのね民話を思い出しました。人を化かそうとしてね、逆に化かされてしまうタヌキの話って割と多いですよね。こうそういうねお茶目なところがタヌキって憎めないなと思います。でね、月が2つっていう話聞いて、私もう一つね思ったのは、その月って UFO だったんじゃないのって思ったりします。ね、アリゾナですしね、もしかして UFO が月に擬態して浮いてたとしてもおかしくないじゃないですか、ね、あのだからエリア51の近くじゃなかったですかとかってね、それ聞いとけばよかったと思って、ちょっとね残念なことしたなと思ってます。皆さんはこのお話ね、どういうふうに思われたでしょうか。似たようなお話とかねあったら、ぜひ聞かせていただけたら嬉しいなと思います。じゃあ今日はちょっとね、この緑色のこの辺りですね、何段か編めました。もうじきね、もうあと1センチほど、指の関節1つ分ほどね編みましたら、かかとのところに入っていこうと思います。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が良かったらいいねボタン、チャンネル登録の方ポチッとよろしくお願いします。ではまた明日。